ダックは、ゼネラルモーターズの GMC 部門によって開発された、アメリカ合衆国の水陸療養者である。この種の水陸療養者としては、独力でイギリス海峡を横断することが可能なほどの高い体、構成を持ち、ノルマンディ上陸作戦などで活躍した。上陸するダック撮影場所、撮影日時、撮影者負傷ダックのエンジン、駆動系、車種などは、 同じく GMC の CCKW がベースとなっており、故障もまた同様に GM の命名法に則っ,っており、アルファベットはそれぞれを表している。K を前輪駆動、W を後輪駆動とする説もあるが、当時の GM 製トラックはすべて後輪駆動であるため、突起する必要性に乏しく駆動軸がいくつあるかを区別する GM の命名規則に、 より合理性がある。兵士たちには、ダックと呼ばれ、戦後、民間に払い下げられたものにも、このあだ名の方が定着した。また、ダックほど、広く使われてはいないが、海兵隊では、独自に、LVW という正式名称を与えている。ノルマンディ上陸作戦では、沖合の艦船と海岸の間の輸送を担い、その後陸上でも、輸送車両として行動した。 ヨーロッパ上陸後も、都下作戦で活躍しており、太平洋戦争でも用いられている。第二次世界大戦後も朝鮮戦争で活躍し、フランス軍は第一次インドシナ戦争でも使用している。連合国に供与された車両には、1980年代まで使用されていたものも存在した。最終的には2万1000両以上が生産されている。 第二次世界大戦の終結で大量に余剰となり、民間に払い下げられた。これらは、消防組織や沿岸警備隊によって使用され、災害救助などに活躍している。また、払い下げ車両には、水陸両用バスなどに改造されたものも多く、今も、世界各地で現役で使用されている。一方、 極端な物不足と福音による人口の急増が深刻であった。戦後の日本では、水陸両用車としての機能とは、無関係に、一般的な路線バスへと改造された。ダックの機関部及び駆動関連は、GMCCCKW353 トラックと共通のもので、船型の車体に三軸六輪の足回りを備え、車体後部には、 水上航行用のスクリュープロペラを備えている。路上では最高速度時速8 0トルで走行でき、水上を最高速度時速1 0トルで航行可能である。長時間の水上航行対策用に排水ポンプが装備され、また砂浜や水際の軟弱地盤に乗り上げて走行するためにタイヤの空気圧を 操縦席から任意に変化させる機構が装備されている。ダックは、タイヤ空気圧調整装置を装備した初めての軍用車両であった。荷台には、陸上なら、兵員25名、または、貨物2.5トン、水上なら50名の兵員、または、貨物5トンを搭載して、走行、航行することが可能で、陸上用の2.5トントラックでは牽引して、 輸送する M2A105mm 榴弾砲をそのまま2台に搭載しての輸送が可能であった。バブ485ポーランド軍の使用車両ダックはレンドリース援助品としてソビエト連邦にも586両が供与されたがソ連では供与されたものをもとに国産化設計を行いジス -123 型エンジンをはじめとした駆動系は ジス -151 のものを流用し、ジスの子会社であるドズが1949年に試作車を完成させた。量産はジスが担当し、社名はジス -485。ソ連軍での故障はバブとなり、1952年から配備が始まった。その後1962年にかけて2万両以上が生産された。車体に関しては、 ダックの設計を踏襲しているが、デッドコピーとはならず、過失部分を車体後端まで延長し、後部に煽りを設けるなど、ソ連独自の改良点もある。これにより二役の際にクレーンを使う必要がなくなった。バブが部品を流用していたトラックが、モデルチェンジによって、ジル -157 となり、水陸両用型もジル -485A となった。 1958年から生産が始まり、2005両のジス・ジル -485 を製造した後、1959年に生産が中断された。その後、生産ラインをバズに移して量産する計画であったが、1962年までに24両が生産されたに過ぎなかった。バブはワルシャワ条約機構軍を呼び、 ソ連の援助を受けた中東諸国などで1980年代まで使用されていた。ソ連では後継となる PTS へ置き換えられている。民間に払い下げられたダックは輸送車両の他に2台部分に座席を設置し、閉鎖型のキャビンを設けるなどの改造を施されて、水陸両用性能を生かした観光用車両となり、ダックツアーで運用された。また、 連合国軍占領下の日本では、戦中戦後の混乱で、稼働量数を大きく減らしていた日本全国のバス、事業者に400両余りのダックが払い下げられ、陸上用バスへと改造されて利用された。これらはいずれもオーバーキャブボディを仮装し、国産大型バスの生産が、軌道に乗る1950年代頃に姿を消すまで、各地のバス事業者で運用されていた。 参考動画の日本ニュースでは大衆向けという、性格上、ダックを、水陸両用戦車と紹介している。ここで取材した個体は、車体の製作が、富士産業伊勢崎工場、運行事業者については、東京と千葉県の間を走るとしか紹介されて、いないが、映像から、京成電鉄であることが確認できる。これらとは別に、2006年に2両がアメリカから日本へ、 輸入され、2007年10月19日から、神戸ハーバーランド内で観光用の、スプラッシュ神戸として運行されていた。この車両は2008年に、釧路港でも臨時に運行された。その後、車両の老朽化によるトラブルが続き、スプラッシュ神戸は2012年8月で、運休、2017年をもって、事業自体が終了している。 オーストラリア QLD 州ケアンズ近郊の観光地、キュランダにある熱帯雨林のテーマパーク、レーンフォレステーションネイチャーパークでは熱帯雨林の中へ探検に行くツアーの車両として12台が稼働している。これは南半球ではダックの最大のコレクションでもある。ドイル。 レビッド、スタンダードカタログオブ US ミリタリービークルズ、クラウスパブリケーションズ、P121、ISBN0 から87349から 508X 降臨、シボレー C、K シリーズも、K は4輪駆動であるブリタニカ。オンラインハット、ダックアンフィビアス2から1、ニトンデリバリングカーゴダイレクトリーフロムザビーチズ。 US Army Transportation Museum 2004年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2021から0801閲覧日本ニュース米国戦車バスに早変わり NHK 名作戦日本放送協会2021年8月1日閲覧塩見誠500万円で究極のアウトドア車両を 行動も走行可能な水陸療養者、ダックとは、米軍2021年8月1日閲覧。ありがとうございます。